週刊ボートレース2虎の巻編集。さあ始まりました。今回も前回に引き続き日村さんにお話をしていただきます。日村さんお願いします。はい、よろしくお願いします。前回は展示タイムの活用法について解説いただきました。さて今回は、さあ早速ですね、今回のテーマも発表していただきましょう。井端編集長お願いします。はい、地元選手のポイントです。では木村さん、はい、解説お願いします。まあ、地元はですね、その前一番第1回行った時にまず風ですよね。これに、どう対応するかっていうのが、これは当然スタートですね。風に対応するスタートを切れるか、風に対応するターンができるかっていうのが地元選手で強いかどうかのポイントになりますね。その3年間と去年の1年間の勝率をずっと比較してみたんですけども、でそれでプラスになってる人が多いかマイナスになってる人が多いかですね。まあ圧倒的にやっぱり地元で走ると勝率が上がります。かえって地元を走るとですね、マイナスになる選手もいるんですね。これも一つの特徴が出てくると思うんですが、まず勝率アップですね。 A 一級選手です、地元のスター選手、はい、これは地元で走れば走るほど勝率が上がりますね。 A 一級というのは企画番組もあるし、優勝戦も乗るし、地元のいろんなことを自分が人気になっているということがよく分かりますね。それに対して何とか答えたくて答えようという、それがやっぱり現れてるんですね。でやっぱり数を走ってるし、まあ若い頃から練習やってますよね。冬の練習、夏の練習、朝の練習、特訓やって、だからまずスタートが追い風の時はこのくらいすればいい、向かい風の時はこのくらいすればいい、まあ、選手の中にはですね、自分が走ったレースのその日のモーターの勝率で、風で箱で、その時のコース、タイミング、これを全レース控えてる人いますね。で冬場に来た時にパッ、今日は向かい風5メーターか、何メーターから起こしたらいいというのを見ながら自分で行くという、それで全然知らないポンと来た人とは差が出てきますね。でターンについても、向かい風だと1マークで流れる、2マークは早めに、だから2マークは遅めに、それね、追い風の時は2マークは遅めにレバーを落として回る、1マークは早めに落として回る、これをやるわけです。6回のターンでね、あれどっちかなんて忘れる人もいるらしいです。そこで1回の失敗が致命傷になりますね。まあ、それを地元の選手は、あこの風だっていう、空中戦を見ながら、空中戦を吹き流しを見ながら分かるわけです。ここは早めに落とす、ここは遅めに落とす、でレバーを握ってもいい、落としてもいいというのを習得して体が動いてるわけですね。だから遠征の選手よりもこういうふうに勝率が上がることができるという。で新田選手もですね、これもいいですね。最近いいのはね、あそうね、松本選手かな、これも、全国は5点台しかないんですが、6点近くの勝率、やっぱり1点近く上がりますね。こうしたちゃんと上がる選手と反対にダウンする選手ですね、これは何なのかなと、まだ結論は出ないんですけども、新人です。多分これね、企画番組のロックコースに回されるという部分があるかなっていう感じもするんですけどね。まあ、遠征の選手もいろいろおると思うんですが、まず若手はその外から勉強しなさいという、そういう長い目の恩情だと思うんですけども、比較的体重の重い選手、これがなぜか下がりますね。まあおそらく走りやすい水面の時にやっぱりパワー負けするっていう部分があるんかな、重量があるんでね。まあ冬場になると反対に心が力を出すと思うんですが、全国勝率と通3年間お城を比較してみると、重量級にちょっと勝率が下がるかなという傾向がありますね。 A1 でとにかく記念とか SG とか G1 乗ってるような選手は、地元に入ったら絶対負けられないという気持ちでプロペラ叩く時間も長いし、足合わせする時間も長いし、整備に取り組む時間も長いので、とにかくモーターを出して勝たなくちゃいけないになるんで、 A1 の地元戦はとにかく変える。まあ、たまにはそのいろんな戦いきさつでね、番組とか展開があって負けることがありますけども、それはわずか1回きりのことで、そう簡単に勝った方がずっと得ですよっていう。で若い選手と重い選手は
若い選手はまだあと番組かなと思いますね。対戦相手がきつくなるんで、重量級は何度も直線でやっぱ負けるんでしょうね、勝率は下がるという。まあ、地元だからって言って同じように船券を買ってはダメ。どこの水面でもやっぱりこう地元の利っていうのはあると思うんですけども、はいはい、ボートレース2に関してもそれはやはり大きいですか？あるみたいですね。やっぱりスタートをとにかくの風が吹けば吹くほどこれとスタートターンが出てくるんじゃないですかね、スタートしました。ダッシュの3艇が好スタート、角から3号艇浜野が一気にスロー勢まくっていった。3号艇浜野、4号艇加藤が巻き出すか、陰線1号艇小西流れて切り込んだら5号艇丹下、2号艇小牧です。346で合流、1着3番浜野五輪、4番加藤五輪。足が弱くなるし少しガソリン入れていかんとかですね、そういうのをこう目に見えない数字に出ないところの調整ができるっていうところですよね。よくプロペラみんな合わすとか合わさんとか言ってるんですけども、プロペラだいたい水の中で6000回転回るんですが、スピードはどのくらいだと思います？一番先端のスピード、時速計算したんですけどね、想像つかないですね。で、水の抵抗は空気抵抗の800倍あるんですね。そこを時速200キロで回ってる、時速200キロ、これはもう人に全部計算してもらったんです。間違いないと思います、はい、だそれをだから今日の天候に合わせてちょっとずつこう変えるわけですね。大まかにパーンと変える人と、あ、今日はこのぐらいですね、ちょっとしたところで変わるんですけども、それは体で知ってるという。ちゃんとやっぱみんなメモ作ってますね。やっぱそれをこう開いて、あ、こうだな、こうで、まあ、ちょっとこうやって風のあれ見ながらですねやったりすることのたった一つのことなんで、ちょっとしたことをできる選手っていうのはやっぱり走り慣れてる選手というところでしょうね。強い選手ほどそういうところは怠ってないんで、やっぱり責任とかな、人気に応えた走りをしてくれるということだと思います。今回もたくさんの情報を教えていただきました。日村さん、最後にまとめお願いします。はい、地元のスター選手は買え。では最後の最後に村田編集長、はい、締めをお願いします。地元選手有利、虎の巻攻略法に認定します。さて、スタジオを離れまして、ここからはボートレース2の裏側に迫っていきます。今回は審判のお仕事について競争会の佐田さんにお話を伺っていきます。佐田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実際にここで審判をされてるんですね。はい、どんな印象ですか？いや、もう正直審判なんで怖そうな人かなと思ってたんですけどね、あのなんか優しそうな方でちょっと安心しました。すごい、私も柔らかくて、はい、ありがとうございます。もうちょっと緊張してますいやでももう緊張されているとおっしゃってますが、はい、厳重にこう審判されてるんですよね。あ、そうですね、審判の時もすごい緊張してやってます。緊張感を持ちながら。そうですね、レース中は6人でやってるんですけど、うん、結構緊張感ありますね、うん、あのやっぱりこうスポーツっていろんなこう競技がありますけれども、ボートレースの審判って編集長どんなイメージですか？いや、もうイメージはぶつかってね、うん、手が転覆した時の審判ぐらいしかイメージ湧かないですしね、うん、まあ、あと僕よくわからないんですけど、はい、待機行動違反だったり、まあ、違反ですよね、うん、に関わることかなとは思うんですよね。なんかいろんな種類があるんですよね。そうですね、あの審判、あの審判員6人でやってるんですけど、はい、いろんな違反があるので、まずあのスタートの判定であったり、失格の判定やゴールの判定などを行ってます。うん、特に気になるのあります？これはどういうことなのみたいな、まあ、気になるのは、まあ、あれですよね、どういうふうにジャッジするかですね。だから6人でやられてるっていうんで、うん、はい、自分だけじゃないってことですよね。そうですね、審判長が最終的なあの権限を持ってるんですけど、はい、いろんな意見を出し合って、みんなでジャッジしてますね。何人でされてるんですか？一応6人で、主審に4人と、1コーナーと2コーナーに1人ずつの、
6名で審判をしてます、うん、ではじゃあもう全員がダメだって言ったら審判長まで行かなくてそうってところですね、まあ、審判長が最後には、はい、決定してくれますね。具体的なこう作業とか見せていただけたりしますね。信号操作卓って言って、はい、実際にレースの進行をやっていく操作卓になりますね。でこっちがこっちも一緒で、選手に失格とかそういうのを伝えるような確定とかも伝える装置になっています。うん、これは今はあ触ってもらっても全然大丈夫なんで、おっしゃいます。そう、あと1番フライングで、で表示ボタンを押すと表示されるので、どこに表示されてるんですか？と1番っていうのが点灯してる。そうですね、あれが失格欠場板って言って、あれを見て選手は、自分が失格になったっていうのを判断して、判断するわけですね。ずっと気づくまで点滅させてるんですか？そうですね、ずっと気づくまで。いっぱい出ちゃった時に、あ、そうですね、押したくないなとか。ああそう、まあフライングは本当にこの辺ですよね。そう、もう本当にフライングは押したくないですね。ですよね。変換になっちゃうんで、お客さんに迷惑がかかっちゃうので、押したくないですね。例えばこうね、減点だったりとか、はい、ね、その辺っていうのはやっぱ選手も生活かかってるんで、多分僕なら言いに来るなと文句を言いたいなと、言ってたんですか？言ってましたね。やっぱりエラーがヒットになるのは大違いですから、うん、でまあじゃあ今回はっていうあれなんですけど、うん、今度返すよとかないですよね。ないです。もう絶対にそれはないんで、でも面倒くさいですとか、今度返すよって言われてるんで、それはもう厳格にやってますので、大丈夫です。厳格な判定をされていて、うん、はい、でも判断が難しい時ってやっぱりありますよね。はい、もう本当にありますね。もう本当に微妙なラインをやっぱり選手は攻めてくるというか、やってくるんで、うん、迷うことは結構ありますね。うん、それこそ肉眼じゃ私たちも見てて分かんないですもんね。そうですね、もう明らかね、ね、やったなっていうのは僕らでも分かるんですけど、うん、いやなんで、何が起きたのとか、特に終わってからですよね、待機行動違反とか、はい、何が何だかよく分かんないんで。そうですね、待機行動は結構ルールが難しくて、難しいですか？お客さんにはちょっと分かりにくいところがあるかもしれないですね。ちなみに、うん、初心者の方でも分かりやすい言葉で表現すると、待機行動違反ってどんな、時間稼ぎっていうことで、スタートするときにやっぱり少しでも浅い位置からスタートしたいんですよ、選手。助走距離があった方が有利になるので、それをまあ少しでも有利になるようにコースを開けてきたりであったりとか、演出としたりだとかして、時間を稼ぐっていうので、まあ、そういうのはダメですよっていうことで、待機行動違反をちゃんと設けています。さて、週刊ボートレース2虎の巻編集部、いよいよお別れの時間となってきてしまいました。井端編集長、はい、今回の通行力はどうでしたか？そうですね、審判の方がね、厳格にやられてるっていうところで、まあ、選手もそうですけど、我々もね、生活かかってますんで、はい、これで、はい、そうですよね、まあれぐらいね、しっかりやってもらわないと困るなと思ったんで、今日本当にためになりましたね。いや、はい、本当に勉強になりました。さあ、番組をご覧の皆様には素敵なプレゼントのお知らせです。こちらのプレゼントをご用意しています。ぜひご応募ください。概要欄に、ありますので、ぜひご応募お待ちしています。さあ、今回も皆さん視聴ありがとうございました。ぜひ次回もご期待ください。さようなら。